当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。皆さんには親知らずがありますか？親知らずが生えてこない人がいます。はい。それを先天性欠如種と言いますね。欠如なんですね。欠如しちゃってるんですね。治療は必要なんですか？うん、親知らずは生えてきても抜きますから、はい、そうですね、まあ、それがもし先天性欠如してあっても、はい、まあ、あえて治療する必要はないんです。はい。永久歯は親知らずを除いて何本あると思いますか？何本でしょう？7本で7×4 で7×28本あるんですよ。はい。うん、永久歯は乳歯が抜けた後に生えますよね。そうですよね。中には乳歯が大人になっても抜けない人がいるんですよ。ずっと子供の歯？そう。これも先天性欠如歯ですね。はい。うん、作られないんですか？そうです。永久歯は作られないですね。はい。歯を作るということは複雑なプロセスなんでしょうか？そうなんです。はい。たくさんの遺伝子信号があり、はい、それが正しく処理されなくてはいけないんですね。はい。複雑そうですね。複雑なんですね。多くの歯周欠損症、はい、歯が数が足りない場合ね、はい、そういう場合は人体組織の欠如から来ているんですね。はい、うん、デンタルラミナとして知られています。はい。難しいですね。難しいですね。歯茎の下に形成される組織なんです。歯茎の下なんですね。で、骨の上なんです。はい。人体組織がいろいろな異なる遺伝子の要因でうまく形成されないことがあるんですね。はい、わかりました。この場合の先天性欠如歯の治療を教えてください。はい。インプラントを欠如歯の代わりに入れることが選択すべき治療なのでしょうね。はい。大きさが違うからですか？そうです。インプラントは、はい、これが顎骨とすると、はい、顎骨とこのインプラントの根っこがくっつきますね。はい。で、管がその上に入りますね。はい。ですから顎骨と管を一体化させる根を持っているんですね。ここが顎の骨ですね。そうです。これは顎の骨で、これはインプラントですね。はい。根っこですね。で、これは管です。まるで自然の歯みたいですね。そうなんです。その管は自然歯のように見えるんですよね。はい、そうですね。うん、それは嬉しいです。はい、そうですね。乳歯は虫歯になりやすいです。そうなんですね。そうなんです。そして大人の顎に乳歯はバランス悪いですよね。確かにね。もう何歳とかで抜ける歯ですもんね。そうなんですね。はい。で、歯列が悪くなる可能性がまたあるんですね。大きさが違うからね。なるほど。大口先生、ありがとうございました。はい、どういたしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただきありがとうございます。引き続きご視聴お申し込みをお願いいたします。登録ボタンを押すと便利ですよ。